皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成オブザ滝沢でございます。どうも皆さんこんにちは、バチコーンつってね、すみません、本日は皆様にピックについてお話をさせていただこうかなと思います。はい、バチコーン、ピックでございますよ。この弦をね、こうバチコーンってこう弾くような、なんか薄いプラスチックみたいなやつでございます。まあ、皆さんご存知だと思うんですが、ピックってもなんかこうめちゃくちゃ種類があるじゃないですか。なんかこう楽器屋さん行くとさ、もう何十種類とあったりとか、下手したらもう何百種類とあったりとかしてさ、でそれぞれのピックがなんか厚みとか材質とか、なんかそういったこの形状とかでさ、なんかそれぞれこの音色が違うのはなんとなくこう分かる、まあ、違うんであろうなと分かってはいるけれども、でもそれぞれのピックの特徴がいまいち分からねえということで、なんか俺は一体もうこの膨大なピックの中からもうどれを選んだらいいんだ、ハーマイオニーってなったことが、少なからずあるかと思うんですけども、いかがでしょうか。まあ、そんな方に向けてね、ピックの特徴とか、まあ、こういうスタイルにはこんなピックとか、このジャンルにはこんなピックがいいとか、まあ、そんな話をさせていただこうかなと思います。本当はね、ピックなんてさ、なんかこう8割9割好みなんで、楽器屋さん行っても50枚ぐらいこうバーッとたくさん買って、でその中からその、ね、片っ端から引いて、その中から好きなものを選んでいくっていうのが一番良かったりとかするんですが、なんかこう楽器屋さん行くとさ、なんかこう種類が多すぎて、なんか選ぶのめんどくせえな、まあいつものやつでいいかみたいな感じになっちゃう時ってありませんか。僕は結構あるんですけれども、まあ、そんな方にこう参考になれば嬉しいなと思います。もしよろしければ、動画を見ながらですね、その皆さんが使っているピックのメーカーとか厚みとか、材質とか、そういったものをですね、ポチポチとコメントしていただいて、まあ、皆さんがいつも弾いているスタイルとか、なんかそのピックの使い心地とか、なんか特徴とかね、そういったものを動画を見ながらポチポチ入力してコメントしていただけると、皆さんでこう情報共有ができて嬉しいかなと思うので、もし余裕があれば動画を見ながらポチポチと書いたりしてみてくださいませ。画面のズババババンとこんな感じでお手元のピックもお見せしながらお話をさせていただこうかなと思います。とりあえずまず形状、シェイプについてですね、シェイプについてお話をさせていただきます。細かくいけばもうすごいたくさんの種類があるんですけれども、まず大きく分けて3つ、種類があるかと思います。ババン、3つの種類。それは何かと言いますと、まず1つ目、このおにぎり型と言われる、この平たい、ピックでございますね。おにぎり型。これ何が、良いかと言いますと、どんなメリットがあるかと言いますと、まずこの表面積というか、そのサイズそのものが大きいので、指との摩擦が起きやすくて滑りにくいという特徴があるかと思います。親指と人差し指でこうピックを持ったときに、ピック自体が大きいから、皮膚とピックが接地しているところがすごく大きいんですよ。なので、このピッキングをしてピックが暴れたとしても、ちょっとずれにくいと、比較的ずれにくいという特徴があるかと思います。なので、僕はね、初心者の方は特におにぎりからスタートすることを本当にお勧めしております。初心者の方でピック選びに迷ったら、とりあえずまあおにぎりからスタートしてみてください。で、大ぶりなストロークとかね、カッティングとかする人に向いているかと思います。もしくは、アコギとかでね、こう、じゃんじゃかじゃんじゃか。あんまりこの早弾きとか細かいことはやらないよっていう人にタイプっていうか、そういう方になんか適しているようなピックな気がします。それがまあおにぎりの特徴。で、もう一個、このおにぎりとは対極的にあるのがこちら、各メーカーで名称が全然違うんですけども、まあ、スモールドロップとしましょう。今回は。スモールドロップタイプのピック。まあ、よく見てみるとね、ちょっとこう若干形状が違ったりとかするんですけれども、まあ、大きな特徴としてやっぱりちっちゃいってことですよね。ちっちゃい。で、ちっちゃいメリットというのはどういうことかと言いますと、まあ、このサイズがね、すごく小さいんで、後で細かくどういうことかお話をしますが、ちっちゃいので、とにかくその小回りが効くんですよ。もうめちゃめちゃ速く弾いたりとか、このスイープピッキングですごい細かいことをしたりとか、そんな感じでテクニカルなプレーをする人に向いているピックかと。思います。小さいのでとても小回りが効いていると。で、その合間に存在するのがこのティアドロップと呼ばれるラインナップです。これは本当にもうおにぎりの安定性、そしてスモールドロップの小回りのハイブリッドという感じで、すごいスタンダードな形かなと思います。ちょっと前まではこのおにぎりかティアドロップの2種類だったんですけども、なんかいつからかこのジャズスリーとかかな、ジムダンロップというメーカーのこのジャズ3というピックがなんか一時期めちゃめちゃ流行って、そこからなんかこのスモールドロップ関係もなんか市民権を得てきたような感じがします。そしておにぎりのまた大きな特徴としてあれですね、ちょっと貧乏くさいんですけども、同じ形をしているから、
こうやって使ってて、ピックがスリーヘッドならば、面を変えて、こっちで使って、面を変えてっつって、1枚で3回分使うことができるという特徴もあったりとかします。まあ、ピックは、ね、消耗品だからね、まあ、そういった考え方の、まあ、大事なところでしょうということです。とりあえず、まあ、その大きさに関してはそんな感じですね。安定させるのか、それとも小回りを利かせるのか、それともこのハイブリッドでいくのか、そんな感じです。ちなみに僕は、もう基本的にこのティアドロップです。この滝沢ギタードットコムの僕の自分のこのオリジナルのピックを基本的に使っておりますが、あんまりピックにこだわりはないので、まあ、その時あるやつを使っているような感じです。とりあえずそんな感じで、おにぎりとティアドロップとスモールドロップ、そんな3種類が大まかにあるよということを覚えていただければ良いかと思います。そしてその次に厚みなんですけれども、厚み、これに関してはね、またこう好みはいろいろあるんですが、僕はね、基本的に1ミリ前後は欲しいと思っているタイプです。1ミリ前後。例えば、これ今、このマーティンの LMH と、多分ライト、ミドル、ミディアムかな。ライト、ミディアム、ハードって感じだと思うんですけども、これね、結構薄いんですよ。0.46 ミリって書いてあります。0.46 ミリ。すっごいペラペラです。もう指で簡単に曲がるぐらいペラペラ。こういうピックよりも、ある程度1ミリぐらい厚みがあった方が、これ 0.96 ミリなんで、まあ、大体1ミリですよね。硬さがあった方がすごくおすすめです。これなんでかっていうと、柔らかいと、ピックが柔らかいと、その指先でピックのコントロールをする練習にならないと思うからなんですよ。ちょっと、どういうことか説明させていただきますと。弦があります。で、ピックがあります。で、この、ね、弦をピックでベベベって弾いてやっていくわけなんですけれども、ピック自体がすごく柔らかいと、弦に、ピックが弦に当たったときに、指先でコントロールしなくても、ピックがもう勝手に曲がってくれるんですよ、こんな感じで。で、このときにその何が悪いかっていうと、この親指と人差し指がぎゅっと握っちゃったりとか、フォームが悪かったとしても、そこそこ鳴らせてしまうんです。で、それに対して、このハードとかのピックだと、ぎゅっと握っちゃうと、弦をこう引っ張りすぎてしまうから、もうすごいとんでもない音になったりとか、まあ、もしくはもう単純にピッキングができなくなったりとかするんです。そうじゃなくて、このピックが弦に当たりました。で、このある程度、このしなりに関しては、ピック自体がこう自分で曲がってくれる、こういう感じで、ペアって、ピック自身がその曲がってくれるよりも、指先のコントロールで、このしならせていきたいと。ゆくゆくはこういうピッキングを絶対しなければいけないので、最初から、そして特に最初は、初心者の方は、やっぱ薄い方がやりやすいとか弾きやすいとかって思うかもわかんないんですけれども、そこをちょっと自分に厳しく、1ミリ前後でやっていただけるとすごく嬉しいです。これはもうおにぎりに限らず、もうティアドロップでもスモールドロップでも一緒ですね。ある程度1ミリぐらいのハードの硬さがあった方が、僕は個人的にすごく良いかと思います。ちょっとこの辺は好みなんでね。いろいろとなんかこう、ね、思いはあるかと思うんですけども、滝沢勝成、個人的には1ミリ前後は欲しい。そんな感じです。で、さっき、こっちのスモールドロップの方、小回りが効くなんていう言い方をしたんですけれども、また次にその大きな特徴として、この先端の形があるんですよ、先端。このピックそのものの形というよりも、その先端の形。です。ちょっとここから結構細かい話いきますよ。ここから結構細かい話です。先端がこんな感じで丸いピックのケースを見てみましょう。ピックが弦に当たります。で、この当たった瞬間を A ポイントとしましょう。A 地点。この A 地点からピックがズリ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 といって、ズリズリとずれていって、この先端、ピックの先端が弦からこうバチコンと離れます。この離れる瞬間を B ポイントとしましょう。この A ポイントから B ポイントまでのこの距離とか時間とかが音質とかその引き心地とかにめちゃめちゃ大きく左右されます。これはすごくピックが丸くて大きいので、比較的この A ポイントから B ポイントまでがやっぱすごい長くなるんですよ。こうなるとどういうことが起きるかというと、めちゃめちゃこう連打をするようなね、その速いピッキングをしたときに、この A ポイントから B ポイントまでの時間がすごい長いので、ちょっとこの速いパッセージ、速いフレーズを弾いているときに、すごくフリーになってしまうんです。それに対して、このスモールドロップタイプのものだと、この A ポイント、ピック自体がそのものが小さいですし、先っぽが鋭角に鋭くなっているので、
当たった瞬間のこの A ポイントから B ポイントまでが速攻訪れるんですよ。なんかわかります？これがスモールドロップの時の A ポイント。で、次と言ってもすぐ B ポイントがやってくる。けど、こういう丸いピックに関しては A ポイントをやった時に全然距離あるじゃないですか。で、ここからずっと行って離れる。まあ、ちょっとこうパッと見てみるだけで、なんかその A ポイントと B ポイントの違いが随分わかるかと思うんですけれども、どうでしょうか。なので、同じティアドロップに関しても、例えばこういう、最近入るのこのマスタイドジャパンのピックと私のオリジナルピック、見比べてみますと、先端がね、まあ、全然違うんですよ。こっちめっちゃ尖ってるじゃないですか。なので、こういうピックとかはその、ね、A ポイントから B ポイントまでが、すごい短いので、速いパッセージに適していると、言えると思います。で、こういう丸っこい形に関しては、速いパッセージというよりも、どっちかというと、この安定したピッキングというか、ストロークとかカッティングとか、そういった大振りに向いたピッキングかと思います。こっちの方が、ね、その弦の振動をしっかりさせられる気はするんですが、その A ポイントから B ポイントまでが長いから弦をしっかりこう引っ張ってバチコーンと振動させてあげることができるけれども、速いパッセージに関してはこっちの方が有利。そんな感じです。厳密に形に関してお話をさせていただきますと、この先端、このそのものの形というよりも、この先端の形がとても大事というところを思っていただければ嬉しいなと思います。で、次は実際に音を聞いていきましょうか。実際の音。ちょっくらね、エレキギターよりもアコギの方が実にわかるんで、今回はアコギでチャレンジをしていきます。で、そうだな。まずこの厚みの音の違いを聞き比べていただきましょうか。厚みの音の違い。さっき話したこの薄いピックと厚いピック。この2つでちょっと弾き比べをしてみるんですけれども、どんな音になるか想像つきますか。2つ聞き比べてみて、皆さんどうでしょうかね。自信ありますかね。聞き比べができる自信が。薄いピックで弾いたときと音と、厚いピックで弾いたときの音、俺は聞き分けができるだろうかって、今、ふとイメージしたときに分かりますかね。本当、ぶっちゃけて言います。全然違うから。全然違うし、まあ、一概には言えないんだけども、でも100人中98人は、厚い方で弾いた方がいい音がするって言うと思います。ちょっとやってみましょう。まず、この薄い方からいきます。このペラペラの方。ペラペラの方をストロークしましょう。いきます。この味。それでは、もう1個のこの厚い方、0.96mm、約 1mm のハードで弾いてみます。どうでしょう。音の腰とかもそうなんですけれども、僕は個人的にこの、ね、ピックがこの弦に当たるペチペチ音に注目してほしいです。ペチペチ音、もう1回いきますよ。ペチペチする感じしませんか。ブラッシングでいきましょう。ブラッシング、薄い方。厚い方。もう一回いってみましょうか。薄い方。厚い方。全然違いますよね。なんか最初パッと聞いたときはあれって思ったかもしれないですけれども、今聞くと、あ、確かにちゃうわってなったかと思います。やっぱり薄い方がその弦にこうペチペチ当たったときの、このペチペチ音、プラスこのピック自体がそう、ね、ペチ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 になってしまって、こいつ自体がちょっとうるさくなっちゃうんですよ。こいつ自体 の, その高音成分みたいなのが出てきてしまって、まあ、よく言えばそのきらびやかって感じかもしれないんですけども、僕としてはなんかこう、ね、軽い音がする気がするんですよね。もう一回ストロークしましょうか。こんな感じ。それに対して厚い方だと、こんな感じで、もちろんこっちの柔らかいピックはその、ね、ピック自体が柔らかいからその弦を振動させきることができないんです。今できるだけその同じ力加減で同じ音量でやろうとしたんですけれども、ハードピック、厚いピックの方が音色のコントロールが幅広くできます。例えばもっとその、音を小さくするのはね、薄いピックでもできると思うんですよ。けど音をでかくするのは厚いピックじゃないとちょっと厳しいと思います。例えばこんな感じ。めちゃめちゃでかく弾いてみます。
こんな感じの音、薄い方やってみましょう。なんか音量は確かに大きくなったけど、なんかより一層ペラペラ感がなんか出てきたような気がしませんか。こんな感じで、その薄さによっても全然音色の違いがあるので、どういった音を出したいのか、どういうスタイルでいきたいのか、この辺はちょっと今の音を聴き比べていただいて、判断していただけましたら幸いでございます。で、僕は何度も言うですけども、1ミリぐらいあった方が絶対おすすめです。で、もう一つ、単純にその材質の違いですね、材質。例えば、今弾いたこの、マーティンのピックと、このマスター8のピックと、また別のこのマスター8のピック。なんかこれはこの最近流行っているインフィニックスっていう、なんか新しい樹脂。なんかこのピックにこの特化した樹脂で作ってるものらしいんですけども、僕のこのピックとかって普通のこのポリアセタールってやつなんですよ。多分このマーティンもこれ多分ポリアセタールだと思いますね。で、この名古屋26さんのものも、これなんだろう、結構硬いからセルロースとかかな。ちょっとこのピックを触った感じの硬さでね、ちょっとピックの特徴があったりとかするんですが、とりあえずこの中で私が聴き比べていただきたいのは、僕のオリジナルピックのセルロースのタイプ、ポリアセタールと、このインフィニックスのピックと、あとこのウルテムってやつですね。これはなんか結構最近、まあ5年前ぐらいですけども、最近つっても、5年前ぐらいになんか登場して結構流行ってるウルテムっていう材質です。ウルテム。メーカーによってそのウルテムじゃなくてなんかこうまた別のウルテックス、アルテックスかなだったりするんですけども、まあなんか特徴としてはなんかこんな感じのね、半透明の茶色っていう、ものです。これの特徴がその、ある程度の粘りとか柔らかさがあって、人の爪に近いって言われてるピックなんですよ。で、これはもうポリアセタールに関してはもう超標準、もう超普通、もうめちゃめちゃ、標準的な、可もなく不可もなくみたいな、そういう特徴でございます。で、このマスタイトのピックはですね、これ、なんとなく買ってみただけなんですけれども、なんかまたこれも材質の、ね、粘りがあって、ね、ちょっと面白い感じです。それぞれのピックがどんな音になるのか、ちょっと試してみましょう。これもやってみようかな。このマスタイトのこのすごいツルツルしたやつ。これもめちゃめちゃ硬くてパリパリした音になります。この4種類から弾き比べしてみましょうか。まず普通のポリアセタールから、ポリアセタールからいきましょう。その次、マスター8のもの、ちょっと粘りがある音がします。こんな感じ。先にウルテムいきましょう。アルテックスかな、アルテックス。これも結構粘りのある感じですよね。結構この2つは似てるかもしれない。でもこれがね、すごいまたパリパリして面白い音がするんですよ。レッツトライ。なんかきらびやかな感じしますよね。このなんか物自体がね、すごい硬いからね、なんかすごいこの弦のこのね、キラキラした成分がすごいたくさん出てくるような気がします。そんな感じで、まあね、聞き比べていただくと、なんだかこう違いが出てくるのがわかるでしょうか。あとは、ここから、その、粒立ちが早い、早いパッセージとか、そのスイープピッキングとかする方は、できるだけ先端の尖った、硬質なピッキングの方が、音の立ち上がりが早くて良いと思いますし、こういうアコギとかをジャカジャカストロークしたりとか、カッティングとかするっていう人たちは、どっちかっていうと、こういう粘りのある大きいピックか、もしくはそのポリエステタールとか、こういったものが良いかと思いますし、どっちもやるよっていう方は、もっとこの標準的なティアドロップの先端がそんな尖ったやつっていう選択肢ができるかと思います。こんな感じで、この厚さとか形状とか材質とかを聴き比べていただくと、まあ、自然とね、その皆さんが弾いているジャンルとか、弾いているスタイルとか、好きなアーティストとかに寄せて、ピックを選ぶことができると思うので、ちょっとこんな考え方を持って、またピック選びとかも楽しんでいただけますと、すごく嬉しいなと思います。で、本当はもっといろいろな種類があるから、もっともっと紹介したいところなんですけれども、とりあえず今回私が動画の中で喋りたかったことは、こんなところ。そしてちょっと番外編になりますが、こんなピックもあります。例えばこれ、ピックボーイから出てる
ローズウッドの木のピックでございます。2ミリぐらいあります。めちゃめちゃ厚いし、もちろん硬い木なんで全くしなりません。そしてこのピックでちょっと弾いてみますと、こんな音。このピックが弦に当たったときのこの音がちょっと特徴的な感じですよね。で、ちょっとこれね、古いからね、少し削れちゃってて、なんかこうね、少しいなたい音がするんですけども、新品のときにね、使うとね、もっとこうね、バキバキな、なんかきらびやかな音がします。で、めちゃめちゃ硬いんで、その弦をガチガチに振動させるときに、面白いかなと思って使ってたんですが、最近僕はちょっとこれ使わなくなってしまいました。普通のこういうハードな、ね、おにぎりとかでもその弦をしっかり振動させることのできるピッキングを身につけてしまったので、最近あまりこういうピックは使わなくなりました。他にもこういうの。なんとびっくりドン。弾くと光るピック。こんなピック、厚みがですね、すごい3ミリぐらいあります。で、普通にプラスチックなんでめちゃめちゃ硬いです。弾きやすいか弾きづらいかで言われたら、まあ、お察しの通りって感じなんですけれども、まあ、こういうネタっぽいピックもあったりとかします。ステージ上で、この暗いステージとかではすごいこうめちゃめちゃ目立って面白いかもしれないですね。もしロックバンドの人とかいらっしゃったら、こういうのを使ってみるのも面白いかもしれません。で、また別の次元として、別の種類として、こういう3ピックとかもあったりとかします。たまにその初心者の方でこの3ピックを使っている方を見かけるんですけれども、基本的にそれはすごくお勧めしないです。なんでかっていうと、一番最初に言ったそのピックを人差し指と親指でコントロールするという技術が身につかないので、この3ピックを、普通に何の考えもなしに使うのはあんまりお勧めしません。これはどっちかというと、そのギャロッピングとかって言ったりするんですけども、うん、こんな感じでブン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 とかやるときにやるような使うようなピックなので、こういうソロフィンガースタイルとかでやるんでなければあんまりおすすめしないです。まあたまにエレキギターのそのカントリーとかで使う人もいますけど、そういうのは全然 OK なんですが、初心者の人がこれ使うとピックが落ちなくていいとかピックが回らなくていいっていう理由で使ってるんだったらおすすめしないです。スタイルの一つとして使うのは全然いいんですけれども、そういったネガティブな意味で使うのはあんまりおすすめしません。で、最後に、ピックの寿命についてなんですけれども、ある程度さ、そのピック使ってるとさ、削れてくるじゃないですか。で、こうね、1個100円だからさ、ちょっとこうね、頑張って使ってしまう気持ちも分からなくはないんですけれども、ある程度健康な状態から、その削れてきたらね、ちょっと思い切って捨てるように、しましょう。例えば、この同じリラックマのピックをちょっと並べてみると、こんな感じですかね。これ健康な状態。先っぽが全然まだまだ生きてるじゃないですか。これ全然まだ OK。けど、使っていくとこんな感じでちょっとずつ削れていきます。で、その削れがだんだんひどくなってくると、プリントもなくなってきて、まあ、さらにこういう斜めな形状になってくると思うんですけども、この辺になってきたらもう思い切って、えいやと、捨ててしまいましょう。えいやと、捨ててしまいましょう。なんでかっていうと、さっきのこの A ポイント、B ポイントの話に戻るんですけれども、こういうのを使っているとね、そのね、A ポイント、B ポイントまでのその距離感の取り方が、なんかこう、変な風になってきて、その余計な癖がついてしまうと僕は思うんですよ。この健康的なピックで弾いている時の A ポイント、B ポイント間のこの距離感とかその感覚と、この削れているピックで弾いている時のこの A ポイント、B ポイントのこのなんかこう、弾き心地感っていうんですかね。これがもう全然違うもんなんで、こっちでずっと練習していると変な癖がついてきて、こっちのピックで弾きづらいっていう感じに。なりかねないんです。ちょっと心当たりありません？なんか新品のピックが引っかかって引きづらいなって思った方いらっしゃいませんでしょうか？それはね、単純にこういう、もうなんか斜めで引きやすい状態になってしまっている、その滑らかなというか、もうぬるっとした感覚で引くことに慣れてしまっているからだと思うんですよ。なのでちょっと大変なんですけれども、ある程度削れてきたら、もうこの、ちょっとでもこの先っぽの方がこう斜めになってきたならば、
ちょっと申し訳ないけど、このピクに関してはもうポイするっていう感じで、そこはもう自己投資みたいな感じで、考えていただけると嬉しいなという感じです。で、まあ、硬いピックに関してはね、全然削れていかないんで、まあ、最初からこういう硬いピックを使うという選択肢もありかと思いますけども、ピックの交換時期に関してはそのところ。他にもそうだな、なんか滑り止めとかあったりしますか？これはまあ、もうめちゃめちゃ好みですね。僕はもう滑り止めあんま好きじゃないんで、そもそも使わないんですけども、滑り止めが好きな方は全然使ってしまっても良いかと思います。とりあえずまあそんな感じでしょうか。まあ、結構長い間ベラ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 と喋ったので、大体のことが把握していただけたかと思います。まあ、楽器屋さんにいてね、ペペッと何種類も買ってみて、まあ、1万100円なんでね、まあ、10枚とか20枚とかさ、ちょっとお小遣いがあるときに、まあ、まとめて買ってみて、今日の話を参考にちょっといろんなタイプのピックを買ってみて、まあ、それらをね、その片っ端から試して、皆さんにとって最高のピックの1枚をですね、見つけていただけると、嬉しいなという感じでございます。そんな感じでしょうか。それではまた、だいぶ長くなってきましたので、本日の動画はここで終わりにしましょう。それではまた違うところでお会いいたしましょう。さよなら、バハハイ、竹澤勝成でした。Twitter、よかったら登録してくれよ。じゃあね、バハハイ。